やってみたいことやってみたイエーイ。やってみたいことを3分間ノーカットでやってみるおまけコーナーということで、今週は高藤セリナの取説を教えます。何を言ってくれるのかな、ラジオをね聞いてくれている人はもう気づいてると思いますが、うん、うちらのリーダー高藤セリナはいじりどころがいっぱいなのでセリナの、取扱説明書を3分で教えます、はい、まずは、うん、まあ、セリちゃんと言ったら結構チョコみたいなイメージがねついてると思うんですけど、まあ確かに、まあ、いろんな場面でとりあえずチョコを渡しとけばいいみたいなところは正直あるんですけれども、そう、まあ、チョコで、ね、渡せば何でもいいってわけじゃないんだよね。チョコはさ結構こだわりがあるんですよ。あるかもしれないね。その日によってやっぱ食べたいチョコとか違うなって思うんだけどさ、うん、その前にでも私メンバーからチョコもらったことない。確かにあげてない。でもさ自分で調節してるでしょ。自分でだってさゲットしてるもん。あ、そうだね。そうだね。そうだね。そうそう。確かに。チョコの心配とかされたことない。セリちゃんこの今日はチョコいらないとか言われたことない。持ってるもん、ね、持ってる。あ、ちょっとセリちゃんチョコ切れてるな、みたいなないもん。常に持ってるんだもん。確かに。そうだよね、うん、あとはですね、あのおしゃれが好きでね、でもおしゃれ系に気づかないと結構不機嫌になります。あ、でもそれで言ったらだってだよ、あの例えばさネイルしてきた時とか、うん、髪をちょっとだけ染めてきた時とか、あんまりメンバー誰もね気づいてくれないというか、気づいてるのかもしれないんだけど、言ってくれたこと一回もないかもしれない。一回は嘘でしょ。一回は絶対あるよ、ね。まあ、最近確かに髪色ちょっと変えた時に誰からも言われなくて、うん、ねえ髪色変えたんだけどって切れられた。そうだそうだ、誰も言ってかないんだよ。ごめんなさい。変えたのにさ誰にも言われないからさ、それ自分で言うべきかなって言って言うしかない。ね、ね、確かにメンバーからあんまり言われない。でも確かになんか金髪から紫になったとかなら分かるんだけど、うん、なんか金髪から何マロン、うん、ほぼ変わらない。変わるよ。変わるよ。ちょっとね気づいてくれないと寂しいかも、そうごめんねそこは。そうだよ、ちゃんとみんな言って。気づいたとしてあのプラス言ってあげましょう、ちゃんとね。そうだね、言って、まあ、次あのテンションが上がるやり方なんですけど、結構あのご飯屋さんにポテトがあるととても喜びます。あ、確かに絶対食べるかもしれない。そうだからポテトがあるお店に行くのがおすすめ、そうだね、ポテト大好きだよね、でもそうだね、食べない時もあるかもしれない。あ、本当に、なくない？なくない？食べてるよね、ポテトね。誰かとシェアしたいというかさ、そうだよね、一人では食べれる、食べきれる自信がなくて。あと10秒。え、嘘でしょ？え、早っ。そうだからみんなで食べれるかなって時に食べるかな、じゃあ今度一緒に食べようね。ピピピピ、食べよう。短い。私の取説。いや、いっぱいね準備してきたんだけど。すごい。ほら見て。え、すごい。あ、本当だ。ちなみにしおりはなんかある？私ゼロ。え？ゼロ？ゼロ。嘘でしょ？これからもっと知っていきます。いや、私のこと知ってよ、もっと1年半の中なんだから。はい、ごめんなさい。